はい、どうも、しょうきです。どうも、ちゃんばらです。つくばがたライブに来てます。はい、到着しました。おはようございます、かやちゃん。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、見てわかるように、こちら。ファミリアのカブトマットですね。オリジナルマットですね。はい。はい、と、サンラマット。サンラマット。はい。うんうんうん。の方を、うん、つくばがたライブさんの方に、はいはいはい。置かせていただけるということで。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、ちょっと今日、はい、急遽ね、うん、持ってきたっていう形になります。はいはいはい、はい、で今回持ってきてる数が、はい、兜が10、兜が10、はい、と、サンランマット10ですね。サンランマット10ですね、はい、10ということで、とりあえず10置かせていただけるっていうことで、うんうん、持ってきてます。はい、初めて見る人もおるかもしれんけど、はい、あれやけど説明ですね。兜マットは、はい、こうやってレインボーのステッカー、うん、ステッカー、これは目印ですね。これ目印、はい。で、サンラマットはサンラマット、この炎のファミリア、あー、おなじみのやつですね。おなじみの、はい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 、サンラマットは超微粒子ですね。粒子が細かいですね。そうそうそう、で、この袋詰め、はい、これ何回も話しちゃったけど、はいはい、袋詰めした際に密閉状態になるけん、うん、はい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 、どうしてもガスが溜まったり、あー、そうですね、ちょっとね、このシーラーの部分から空気が少し入っておけん、あー、どうしてもこうやってね、わかりやすく言うと、これはちょっと変色しとる、あー、ちょっと黒くなってるの、ここ茶色っぽくて、ここな、うんうん、もう黒くなってる、あー、そうですね、これ、空気に触れたことによる変色やけん、はい、うーん、何の仕様には何の問題もないです、うんうん、なるほどですね。で、必ずやってほしいのが、はい、衣装ケースとかに移してガス抜き、ガス抜きですね。で、独特な匂いがするんで、はい、その匂いを飛ばしてやるっていう感覚でやってもらうといいです。なるほど、ものすごく取れてます、はいですね。幼虫はものすごく取れているという。で、カブトマットの方も、はい、ヘラクレス、もう YouTube 見ておく方なら分かると思うんですけど、うんうんうん、全容の 167g、 そういうのも出たり、ビッグサイズがね、うんうん、で、うちでは、はい、ブルマイスターツヤクワガタ、おー、育ててるとかにもこのカブトマット使ってます。確かに確かに、うん、でかくなってますもんね。うん、全然全交換ダメって結構聞くっちゃけど、はい、うちでは全交換で何の問題も、うん、今のところないです。ほい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 、まあ、真似するかせんかはもう本当に任せる。そうですね。カイさん、いつから並べますか、うん、まあ、もう早速今日から、おー、並べさせていただきます。ありがとうございます。もしかしたらこの動画が上がる頃にはもうないかもしれない、はい、そう、それはそうですね、可能性は全部、うん、まあ、たまたま見に来た人がね、バーって買ってったら、ね、なくなりますからね。このカブトマットとか、はい、サンランマット、うん、ね、この動画初めて見る人は、うんうん、まあ、ちょっと過去の動画とか見てもらって、うん、どんな思い出作ったかとかは、うん、そちらに載ってますね。そうですね、うん、本当にファミリアの汗が最近染み込んで、染み込んでます。いやー、マジで染み込んでます。バッチリ染み込んでます。妥協のないマットっていう、はい、うん、そうですね、やっぱ長く愛されるマットっていうのをね、うん、心がけて、はい、で、今回は初めてこうやってショップさんに出していただけるということ、はい、そうですね、うん、初めてがクワガタライフということですね。そうそうそう、はい、僕の初体験を奪われました。ありがとうございます。で、すぐなくなる可能性もやっぱ、うんうんうん、ゼロではないんで、うん、もしなくなった際はまた、カイさんの方から僕に連絡が来るようになってますので、うんうんうん、そうですね、随時入荷はするってことですね。そうね、うん、売り切れ次第また入荷した時は多分カイさんがツイッターなり何なりとかすると思うし、カイさんのツイッターもフォローしていただいて、はい、そういう情報、はいはいはい、マットだけでもなくて、うんうん、相撲とかでも、そうですね、そういう情報いっぱい見れますので、うん、ぜひカイさんの、ね、うん、ツイッターもフォローして、フォローして情報をぜひ撮ってください。撮ってください、はい、お願いします。あ、初めてのね、はい、ショップデビューで、そうですね、いよいよですね、うん、うん、いや、形になってきたということで、うん、で、お前あれやろ、はい、今日カイさんと、はい、あれさない感じで、まあ、します。ライン交換をこんだけ、ね、はい、何回も会っとってまだ何もなかったの。本当に友達やったとみたいな。1回目見送って2回目見送って3回目でやっとっていうね。そうそうそう、この間も言ってました、あ、やべえみたいな、ラインまた交換しないカイ君言わんもんいつでもまた会えるっていう、ね、そう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 まあ、それが友達ですからね。そうですね、はい、ライン、よかったね、ちゃんばら、友達が増えて、いや、増えました、少ないけどね、友達が、リア友が何友、え、リア友、リア友、リアルの友達。これどうしたら表示する、ちょっと待ってよ、これもね、分からんちゃうね、おー、これ追加、あ、これ追加いいね、これ追加してみます。チャンバラ、はい、何か送れ、
で何個送ってくれました。何を、何て送るだよ。何て送るだよ。なんて、なんてくと、はい、あ、これからもよろしく。重いな、お前。え、重いっすか。ヘビーやね、お前。これからもよろしく。重くないでしょ。軽いでしょ。あ、軽いか。なんか、ジャンバルが言うと重く感じるな。で、カイさんから、まことちゃんっていう。グワシっていう。これで、OK。これ、OK ですね。ちょっと、カイさん、ジャンバルに、虫の情熱植え付けてやってください、ちょっと。いやいやいや。はい、割り出し作業かなんかしていく、掘り出し。おお、いいね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 。あ、じゃあ、ツイッターもいい、ツイッターもいい、ツイッター。ツイッター？ツイッターはフォローしてる。嘘。お前最低やね、お前。いやいやいや、じゃあ名前は違う、俺。え、フォロワー来てますか？あ、来てます。あ、マジで。え、マスコちなみに名前なんで。名前。フォローされています、マップル系。あ、本当ね。あ、そうか、そうか。手数、あの、相互コーラという。最低だな。今分かったっていう。お前、本当の意味で今繋がった。あ、今本当の意味で。あ、あったあったあった。オッケーオッケー。それ解散やんけ。オッケー、解散。それもう、バッチリということ。バッチリ編。え、なんか掘り出せる答えがいるんですか？あ、え、もし、なんかしらおると思いますんで。やらせてもらえるって絶対もらおう。お前、ちょっと成長の掘り出しを。お前、ちょっとお前。はい。おそらく浮かしてるんじゃないかなっていうのが、沖縄選びの方法で、ちょっとジャンバラコンが掘り出しはこれ怖いな、未経験ということなんで、これ怖いな。お前やんなよ、お前。これに座ってもいいですか。時間かけて一生懸命カエさんが作ったのじゃけん。一瞬で終わらせるかも。でもなんかサラサラしとるね。掘りやすい。掘りやすい。捕まってな。禁止ですか。禁止カスにマットを貼って。ね。洋室の位置をちゃんとあれしとけよ。あ、だいぶ下やなこれ。あの洋室スポッとほげるけんね。あ、そうですよね。空洞ができとるけん。すごいふわふわやつになる。あ、おった。おった？スポッと今空洞が出た。来た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 。うん、この辺に降りそうな感じです。セジャは絶対掘らせられない。どんな姿で出てくるか。すいません、串刺しになりましたとか言ってそう。気をつけよ。あー、いる。なんか動きを。できた、できた、できた。ほら、できた。お、お、お、お。ひるくね？じゃあ。ひるくね？おぉ、チャンバラグローブの手に。来たー。おぉ、元気いっぱい。ミシミシ？あ、ちょっと待って。はい。へぇ、いい虫やね。はい。おぉ。おぉ。色がやっぱいいですね。え、めっちゃいい虫やん。うん。はい。その映るように。へぇ、めっちゃいいやん。うん。ほんとトカラと、はい、沖縄、なんか混じった感じで。すげぇ。めっちゃいいやん、うん、色虫やねん、もうここまで。かっこいいなぁ。ノコギリ飛んで色虫やん。はい、これ色もこっから変わらんの。もう固まってもこれ、ね、ああ、そうなんだ。へぇ、めっちゃ綺麗な種類。へぇ、ジャンバラしてる。え、あ、ブリードしようか。勝負する。お、勝負しよう。いやいや、無理。それは無理。それは無理やって。初めて見た俺、生で。うん、そうですね、あんまり見かける機会は少ないかもしれないですね。そうですね。違っているとこういう色のタイプはトカラノコギリの方がはっはっは、はい、よく流通していると思いますね、うん、かっこいい、綺麗、全部その後、うん、その後ですね。でこのサイズがやっぱいいんでしょうね、また、うん、大きすぎるちっちゃすぎるみたいな。そうだね。どうや掘り出すよ。面白い、面白いですね。そうそうそう、それも俺今降りようとした。チャンスアジアさん最高やな。黒が見えた、見えた、黒見ました。チャンバラでもこういう作業好きやもんね。いや、好きっす。ね、うん、
ぱ一番そのクワガタのブリードショーって一番ね楽しみな時やけどね、これがどんなんが出るっちゃろうっていうワクワク。いた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 、出てくる、来る、もう出てきました。来るか、来た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 、来た。お、そっちの方がでかくない？ああ、でもいや、そんな感じしますね。いや、こっちの方がでかいよ、はい、多分。お、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 あー、やっぱり、あ、でかいですね、こっちの方が。え、めっちゃいいよ。でもどうだ、色はこっちの方がいいかな。ちょっと茶が濃いっていうか。この湿度とかで変わったりするんですか、赤井さん、これ。多分変わらないと思いますね。つけたら黒くなったりとか黄金みたいな感じにはならないですね。この大顎のこの元のとこが、はい、付け根が太く見える。あ、はい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 。おー、かっこいい。この絵めっちゃかっこいい。いいですね。おー、迫力がかっこいいね。はい、ちょっとやりたくなってきた。マジですか。気がついた。これいいよ。うん、休眠結構長いですか、やっぱ。そうですね、魚の子と一緒ですね、リトルの子と。めっちゃかっこいい。いきますよ。いいね、友達のショップに来て友達の虫を掘るってどんな気持ちや。どうや、ちゃんぽん。いや、いいのかなっていう。ん、俺でいいのかなっていう。お前に言われてんか。解散はお前がいいって。信頼しいってくれてる人だと思う。リアジュエ、あ、リアトモやけど。リアトモやね。落ちた、落ちとる。見せて。ん、落ちてない、落ちてない、こんなこと。あ、これなんだろう、これなんか怪しくないですか、これ。お、これなんか怪しくないですか、これ。あ、いや、おるおるおる、出ます、おるおる、出ます。落ちとうかな、ちょっと出して、おるけ。あ、ほんとだ。あー、落ちた。あー、お疲れ様でした。あー、でれれれれれれ。これめっちゃかっこよくない？いや、かっこいいっす。こっちの方が好きです。まあまあ、色がね。うん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 。色彩は確かにこっちの方が。ちょっとなんか、なんだろう、ちょっと本土っぽさが残ってるっていうかね。なんかほんとこれ外装みたいな。日本に俺っちゃねえ、こんなんが。魅力的やね。魅力的。最近マットでできる虫ってものすごく俺興味があって、うんうん、ハマっとって言ってましたね。面白いよ、マット飼育は。で、感想はちゃんぽん、楽しい。楽しい。早く自分の虫でしたい。自分の虫でやってみたいな。そうやろうね。海さんが一生懸命育てた虫をお前がいいとこ取りしたね。いただきました。浮かずれってするんですか？いや、もうほとんどしないですね。あ、いた。おった？いた。メス？わ、逃げてた。お前メスが好きやけんな。はい。でもすごいいい色。嘘。はい。あ、出せ。ちょっと待って。もう散らすなよ。じゃあ潜ってったんですよ。一番の奥に潜ってた。あ、オスだ。オス？はい。うん、出てきた。どやどや？おお、あ、すごい、また違う色が。ほんとね。なんかちょっと深山っぽいっていうかな。メスを見ない。ちょっとメスを見たい。メスやっぱね、みんな、若干違うぐらいがやっぱほら、かっこいいじゃないですか。若干違う？うん。だってこの間も説明したけど、種類、オスはやっぱもうほんと全然違うじゃないですか。メスってやっぱ若干、なんかフォルムはどれも一緒じゃないですか。まあ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 、その違いも、ね、あんまり知らん人から見ればそうやろうね。そうですそうです。オスははっきりしておけんね。そうですそうです。それをね、見極めるのかな。そう、この種類はとかってこと。そうです、この種類、あ、この種類はメスはこんな感じなんだ、この種類のメスはこんな感じなんだ。ああ、なるほど、うん、もうちょっとマニアック目線はあるのかも、ね、あ、やっぱそうなんですかね、うん、いやだけそういうのを見ると、うん、はい、なんで俺チャンバラそんなメスが好きなんかなってずっと思ったって、あ、はい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 、そういう理由だ。そうですそうですそうです。結構それって俺より深い目線でメスを見よう可能性あるよ。マジですか。うん、伊達にお前カイさんの友達じゃないんだよ。
解散仕込みですからね。ああ、なるほど。真の師匠やけんね。そうですよね。ルーツやけんね。ルーツで飲んでた。出したら早いけど。あ、落ちてる。おったおった。あ、落ちてない。メスやろ、もう。メスよ、メス、メス。来た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 。メス。おお、かわいい。ちょっと色。うん。色。ああ、やっぱ面白いね。すごい色してる。ほら。ほんと。ほら。え、面白い。すげえ。あ、でもやっぱノコの面影あるですね、やっぱり。そうやね。うん、形とか、うんうんうん、そのフォルムはね、やっぱノコやね。ああ、すごい。かわいい。へえ。サンゴス1ミスかな。うん。で、お買い上げの方は？いやいや、なんでそれ振るんですか？買いませんよ。今編集でチーンって言うたもん。振られました。振られ、ああ。いやいやいや。リアトム振った。面白かった。メスも見れたし。うんうん。でも俺も初めて見たっけ？メス見てください。色。あの、お腹の色。ちょっとここのオスっぽく、オスみたいに薄くはないですけど。まあまあそう、うんうん、模様はあるね。そうそう、若干の。やっぱ、沖縄選ぶのメスって感じですね、うんうん、そう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 、ションベンしたよ、ションベンした、あ、ほんとだ、あぶねー色彩はこれかな、あ、これもそうですね、これが一番綺麗、うん、これが、はい、そんな感じで、はい、マット置かしてもらいます、はい、置かしてもらいましたと、チャンバラが、ねうん、リアトモとライン交換、ライン交換しました、はい、で、掘り出しまでさせてもらいます感想は、いや、感想も楽しくて、どこか懐かしいような気持ちにもなれて、ほうほうほう意味がわからんな若い頃にした恋みたいな、そうね、甘酸っぱい感じの、甘酸っぱいすいません、ちょっと意味不明なことを言って、まあうん、マット、はい、本日からですね、お貸し、そうですね、ライフさんの方にですね、はい、ぜひあのでっかいの狙ってる、はい、ぜひ使ってください、そう、安定して置けるようには、うん、僕たちも頑張りますので、はい、はい、うんうんうん、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。カイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。はい、そんな感じの動画でした。はい。はい。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ジャケラー。